今日は NT の価値観のご紹介を、The Value of Rationals カーシー博士の Please Understand Me 2から紹介させていただきます、はいはい、異なる種類の個性は彼らが何を重要視するかによって異なりますと。したがって、まあ、好むムード、信頼を置くもの、憧れるもの、絶えず求めるもの、最も尊重するもの、そして思考するものにおいて異なる可能性がありますよと。価値観の領域ではレーショナルズ、合理主義者が他のタイプと最も明確に差別化され、特にガーディアンズ、SJ ですね、管理者とは異なりますと。ガーディアンズ、SJ が心配を、まあ、懸念ですね、を大事にするのに対し、レーショナルズは穏やかであることを重視しますと。ガーディアンズは権威を信頼するのに対し、レーショナルズは NT は理性を信頼すると。SJ が所属を望むのに対し、レーショナルは達成を望みますと。ガーディアンズ、SJ が安全を求めるのに対し、レーショナルズは知識を求めます。そしてそれは彼らが尊重し思考するまで対象が及びますと。ガーディアンズ、SJ が感謝と執行する力を尊重するのに対し、レーショナルズは敬意と魔法、まあ、この魔法っていうのは、はい、もう何回も言いますけど、あのドクターストーンっていうアニメでいうところの、はい、科学は何も知らない人から見ると、はい、魔法に見えると、はい、まあ、そんなようなことの魔法かなと思ってます、はい、しかしこの NT レーショナルズは SP と NF とも非常に異なる価値観を持っておりますと。これらの価値観の違いはが一番このタイプを知るのに分かりやすいなんて言われておりますが、ビーイングカーム、穏やかである、存在が穏やかである、穏やかでいたいっていうことなのかな、ていうか穏やかであるっていうことを、はい、ガーディアンズが懸念、信頼、心配しているっていうのが、はい、通常な状態でそれが安心だとすると、安心っていうか存在ですよね、はい、ここで言う存在です、はい、あ、なるほど。焼きのりさんがね、ありがとうございます、はい、カームっていうのは読み方が違ったらごめんなさいね、ここでは穏やかっていうより冷静の方が日本語的に近いと思いますという、はい、そうかもしれない。なるほどね、ありがとうございます。冷静だそうです、はい、だとアーティザンとも違いますよね。興奮だとすると、興奮だから逆じゃないですか、はい、全く逆ですよね、はい、はい、なんかまあ心が穏やか冷静みたいなイメージですね。なるほど。合理主義者の好むムードは、ガレノス、ローマ帝国時代の、まあ、ギリシャの哲学者ですね、医学者。ガレノスが提案したように穏やか冷静なものですと。特にストレスの多い状況では彼らの周りが騒然としている時に当てはまる。 C.S. フォレスターのホレーショ・コーンブラワーが危機の瞬間に発見したように、彼は敵の船をつけられた時、彼が囚われていた敵の船に火をつけた瞬間、状況は危機的だったと。すみません、このホレイショ・ホーンブラワーというのは17歳で英国海軍に士官候補生として入り、艦難辛苦を経て提督まで行ったっていう海軍の元帥だそうです、うん、彼らが見ている間に側面のパネルが崩れ落ち、火の噴出口が見えたとホーレンブラワーは考えた。彼は冷静だった。後で振り返ってみると驚くだろうが、ペイントの備蓄はすぐにキャビンの真下にあり、ここも燃えているに違いありません。要は燃えている時でも冷静だったっていう話ですね、うん、アーティザンはアーティザンで、はい、その状況を興奮してそうですけどね、はい、楽しんでる、はい、楽しんでそうですけどね、はい、職人は出てきました、すいません、アーティザンは興奮することを好むが、管理者、これはガーディアンですね、ガーディアンは責任について心配する傾向があり、はい、理想家は熱意を自由に表現します。理想家っていうのは NF です、はい、一方で合理主義者は冷静で冷静、そして冷静を好みます、はい、アンドですね、はい、はい。
これらの感情状況、状態を避けることができない場合でも、心配、興奮、熱意を NT は見せないようにしますと。SP、SP っていうのは、効果を思考するもの。はい。SJ っていうのは、管理を思考するもの。NF っていうのは、理想を思考するものは、NT、かっこ合理主義者の性格の特徴よりも、困難な状況でのこの見かけの動じなさに戸惑うことがあると、うん、NT を見て、うん、冷静だと、はい、戸惑うと。実際感情や欲望を表現することを嫌うため、 NT は感じが鈍く冷たいと批判されることがある。しかし無関心とされるものは全くの無関心ではなく、熟考に満ち瞑想的な調査をする人の注意深い集中だと。有効な調査をする者が慎重に感情を抑え、行動を調整して調査を妨げたり結果を汚染したりしないようにするのと同様に、合理主義者は同じ慎重な方法で自分自身をも調査し制御する傾向があると。自分の欲望、感情、期待を観察に読み込まないように慎重ですと。僕みたいに、はい、こうに決まってる、はい、だってわかるもんっていうのを極力しないようにしないようにってするんですね。だってそうじゃないか、こいつとはもう許せないんだよ、みんなそうだよななんて絶対やらないってことですね。あ、もしかそれが有効な場合ならするかもしれないんですけど、まあでも穏やかになので、冷静になので、これはこうじゃないですか、なるほど、で終わりじゃないですか。なるほど、はい、やっぱどうしてもこうやってやられるとバカっぽく見えますね、やっぱりね。まあでも NF はそれで先導していく人ですよね。役目だと思ってます。はい、はい、で But 誤解しないでくださいと。合理主義者は過度な感情表現を控える一方で、彼らは冷たいとか、この遠いって書いてあるんですけど、まあそういう人ではないと。まず第一に、彼らはコントロール下の問題については強烈で、かなりプレッシャーを感じることがあると。そして彼らはコントロールできないって認めることはほとんどないと。本当はわーってプレッシャーがあるけど、はい、コントロールできない、認めませんと。コントロールしてますと。まあできるはずだと。あ、そっちかもしれません、はい、できるはずだと、はい、問題を解決できる可能性があるって考えると、彼らは心を傾ければなんとかなるのではないか、本当 それでしたね、なんとかなるのではないかって考え、それに応じて張り詰めた状態になりますと。またクローゼットのロマンチストである彼らは、なんか微妙にディスってますよねクローゼットのロマンチストである彼らは、はい、他のキャラクタータイプと同様に、感情が多様で強烈ですと。ただし他人よりも合理主義者 NT はこれらの感情をしっかりと抑えますと。コントロールしたいんですもんね、全部全て。もったいないですけどね、これはもう乗った方がいいじゃんって思うんですけど。だからそうは思わないって話ですよねなるほど、はい、勢い勢いって思うんですよ。この感情のままにいったら損だって思ってるから、コントロールしたいんじゃないですか。マシンガン打線で行こうぜって思うんですけど、はい、そんな感じではないんですね。そんな感じではないってことですよ。どうです、この今ご覧になってるクローゼットのロマンチストさんこれにピンときたら、はい、もう NT ですよ、はい、はい、